こんにちは。えっと、あ、こんばんはかな。えっと、ただいまご紹介いただきました、えー、小説家の平野慶一郎です。えー、っと、今日はこんなあの、お腹のすく時間に、えっと、お集まりいただきまして、ありがとうございます。えっと、1時間半ほどお時間いただいてますので、 あのー、まあ1時間ちょっとくらい僕の方からお話をさせていただいてその後はですねあの皆さんとの質疑応答の時間に当てたいと思いますので、えー、まあだいたい僕のあの講演はですね、えー、質疑応答の時間になってやっとちょっと盛り上がるというケースが多いですので <laughs> まあ最初の60分ぐらいあのあの。 適当に休憩しながら皆ささん、えー、聞いいてください先ほどちょっとご紹介いただきました文人という概念のこと「まあ、分けるに人」と書くんですけどものことを最近、まあ、いろんなところで話してまして、まあ、そもそもの問いはこう自分とは何かっていうあの問いに答えるためにそういう概念をあの作って、まあ、いろんなところ小説を書きまたいろんなところでお話をしてまして。 えー、作品読んでくださったり、まあ、僕の講演とかに来てくださったりした方は、まあまあ、ちょっと重複するような <laughs> お話かもしれませんけれども、えー、まあその辺は適当にちょっと <laughs> 聞いてください。それで、まあ、僕はですねあの小説書く時っていうのはあの根本的にどういうふうに考えるかっていいますと大体自分が、えー、思い悩んでることっていうことがまず根本にあるんですね。それで まあ、人の本を読んで、あ、なるほど、そういう考え方で、あのー、そういう考え方をすればいいなっていうふうに、こう解決する問題もありますけど、なかなか人の本を読んでもですね、まあ、そうかもしれないけど、ちょっと自分が悩んでいることはね、そうじゃないんだよなっていうふうに、うまく解決できない問題もあります。そういう問題をですね、まあ、自分なりに考えながら小説を書いたりすることを通じてですね、なんとかこう、納得のいくような形の解決が。 方法がないいいもものかととうことをいつも考えてます、まあ、そういう意味ではですね、まあ、自分のかかった病気に効く薬をですね自分で一生懸命あの調合してるようなところがありましてただですねまあ僕がその非常に特殊な人間だとするとですね僕に効く薬は僕にしか効かないかもしれないですけど、まあ、結局僕が思い悩んでることの多くがやっぱり今のこの時代に まあ特に日本という環境の中にいることのために思い悩んでるということが非常に多いわけで同じ条件で悩まれてる方もあ社会にはきっといるだろうということで自分に効く薬はですねある程度同じ問題を抱えてる皆さんにも効くんじゃないかという期待のもとにですね小説を書いたりエッセイを書いたりしてるわけですすねそうするとですね。 あの確かに私にも聞きましたとおっしゃってくださる、まあ、読者の方もいらっしゃいます。で、まあ、いろいろなテーマについて書いてるんですけど一つはまあ最初先ほどから言ってますようにアイデンティの問題ということにずっと悩んでおりましてそのことを、まあ、いろいろな小説のスタイルを試みる中でも、まあ、一貫して一つのテーマとししててて据え書いてきましたそれで、まあ、あのアイデンティの話はあんまり抽象的にしますとあの何が何だかわけ分からなくなるので。 私とは何かというあの新書同様に少し僕自身の具体的な例をお話ししながらあのどういうふうに僕は物事を考えていったのかということをあのご説明したいと思います。で僕はあの北先ほどのお話ご紹介いただきましたようにもともと愛知県の蒲郡市というところで、えー、生まれましてそこが父方の実家があったんですね。で母親は北九州の出身で えー、まあどうでもいいことなんですけど僕の父は早稲田大学っていう大学に行っていてそれであのノルウェーの森とかにも出てくる和慶塾っていうですねあのなんか寮みたいなところにいたんですよねで僕の母はあの日本女子大学に行ってまして、まあ、よくある話のようですけど、まあ、近所なんであのそこで知り合って結婚したという慣れ初めでしたそれで母はまあ父方の実家に嫁ぐような形で愛知県の蒲郡市に の方にの結婚ししてて構えましてそこで姉と僕があの生まれまれしたところがその1歳の時にですねあの父が突然亡くなりましてでこれは「空白を満たしなさい」という小説にかなりあの僕自身の経験に近いあの内容があの父親の死をめぐって書かれてますけど。 えー、勤労感謝の日にです、ねえー、父親がその会社が休みなので、えー、家族と一緒に居間、えー、で食事をしてそれで、まあ、茶ぶ台みたいなあの机でなんか昼ご飯を食べてそれでそのまま父親が畳に横になってですねなんか昼寝してたらしいんですよね。でそしたらそのまま心臓が止まって死んでしまってたらしいんですね。で僕のの姉がで母親はその時にあの 台所でこう洗い物をしていてあの最初それに気がつかなかったんですけど僕の姉は8歳年上なのでもうその時に9歳ぐらいになってましたから父親の様子を見てなんかちょっとおかしいっていうのに気がついて台所にあのお母さんなんかお父さんちょっとおかしいみたいってことを言いに行ってで母親があの見つけたところもうちょっと呼吸が止まっててっていうことで救急車呼んだけど間に合わなかったっていう,ような、まあ、いわゆるぽっくり病のような死に方だったんですね。それで まああの母も父親のその実家の方にあのえまあ子供二2人連れてずっといてもしょうがないですしその北九州の母方の僕から見たらあの祖父母にあたる母の両親があんたそんなことだったらもう子供連れてあの北九州に帰ってきなさいというようなことでえ一周忌を終えるまでは蒲氷にあのいたんですけどもえその後母が。 僕と姉を連れて北九州の実家の方に帰ったんですねそれで僕は母方の祖父母の家で育ちましてで祖父が司会をしていて、えーまあ、割と裕福で,で、まあ、とにかく当時僕まだ1歳ぐらいでしたから、まあ、ちょうど2歳になるぐらいの頃に帰ったんですけど、えー、お父さんのことを何も知らないうちにお父さん死んでこかわいそうだっていうんで親戚や祖父母からも随分と可愛がられまして。 えー、で物心ついた頃にはもう父親っていうのはいないあの環境があの当たり前だったのであの父がいないってことに関してあんまり寂しいとか悲しいと思ったことはなかったんですね。でまあ子供っていうのはあのよその子供を見ててもうちの子供見てても思うんですけどやっぱり中学生ぐらいまではなかなか本当のところ死っていう概念というか死っていうのが何かっていうのを もう一つ理解できないんじゃないのかなっていう感じがあのしています。まあ中学生とまで言わずとも少なくとも小学生の途中ぐらいまでは死っていうのは漠然と悲しいことっていうようなことは思ってるかもしれないけどなかなかそれ以上のこう死とは何かっていうのを理解するのは難しいんじゃないかっていう感じはしますが僕自身もそうでした。でただまあその法事がありますからあのうちはあの割と あんまり信,信仰は深くないけど一応葬式とかのスタイルはあの地元の浄土宗の, <laughs> あのスタイルでやってまして、えー、お坊さんが来てあの法事の度にあのお経をあげたりするっていうぐらいの,あの家でしたけど、まあ、そうすると3回忌7回忌とかこうそれぞれのこう法事の時にやっぱり親戚が集まってこうあて泣いたりとかですね。で ないでそれを見るとやっぱ、まあ、僕の母親もやっぱり思い出して泣いたりしてましたしああ親戚のなんとかおばあちゃんも泣いてるなとかうちの母親もやっぱりこういう時泣くんだなと思ったりっていうのをあのやっぱり日常とちょっと違う非日常の感覚っていうのをその時にあの経験しました。でまた法事っていうのはですね結構そうやってみんなこう、まあ、3回忌とか7回忌とかってまだやっぱりちょっと生々しいですからあの非常にみんなこう。 でしかも若死にしていたので父があの法人の時に泣いたりしてたんですけど意外とですねそ法事が終わるとみんなで寿司を食べながらですねビールとか飲んでこうなんか笑ったりしててそれが、まあ、今大人になるとですねその感じっていうのはすごくよくわかるんですけど子供の時は大人ってのはさっきまであんなにこうね人が死んで悲しいって泣いたのによくこんな寿司とか食べながらニコニコできるなってなんとなくこう不思議なようなちょっと軽薄なような。 感じがししてましたけど、まあ、今自分が大人になってみると全くもう法事の後とかそういうふうになってますけどそれでそのまあ死っていうのはなんかこうよくわからないけど自分自身が特に悲しいとか寂しいとかっていう感覚はなかったんですがただあのすごく不思議な感じがしたんですね。つまり僕の父親っていうのはあの大学で柔道部の主将をしてたぐらいあの非常にこう健康的なあの人間で僕はだい,たいあの体格がいいって言われますけど。 ほとんどスポーツをしたことがなくてもう完全にこう遺伝的に単にこう体格が良くてそれでまあ僕の体格はその父の体型にすごくよく似てるらしいんですねだからもう本当にこうがっちりしててもう健康を絵に描いたような人間だったんですけどまあ36歳の時に突然心臓が止まって死んでしまったと。<laughs> でまあ幼心にですね人間っていうのはこう2種類の死があるんだっていうなことを漠然と思ったんですね。一つは まあ80年90年ぐらいかけてゆっくりと接近していく死っていうのがあってもう一つはまあ病気だとか事故だとかあの全くあの予測のつかないある瞬間に突然訪れる死人間っていうのはどっちかの死を死ぬことになるんだっていうことをあのそんなに整理しては考えられませんでしたけど漠然と思ってましたで80年90年先の死っていうのはまあ子供の時はまだあんまり。 怖いいっていう感じはありませんでしたけど、まあ、自分も父親のようにある日突然こう心臓が止まって死ぬんじゃないかっていうようなことはですね、まあ、小学校の後半ぐらいからなんとなくちょっとそういうことを考えるようになりましてそれがその自分のこう心拍を数えますとねドクッとなってますけどこれが次の瞬間になるかどうかが分からないっていうのはどういうことなのかなっていうようなことを考え出しますと。 それまではですね、友達とこう、テレビ見たり、こう、まあ、ちょうどファミリーコンピューターとか出だし、出たしの頃で、まあ、テレビゲームとかして、まあ、それは楽しいってことに何にも疑問もなかったんですけど、あの、突然こう不安になるんですね。自分はもしかすると次の瞬間にこう死ぬかもしれないのに、こんなこう、テレビゲームとかしてていいんだろうかと。で、もっとこう、本当に自分がやりたいこととかっていうのをやらなきゃいけないんじゃないかっていうのことを。 あの思うようよになったんですねでそうなった時にですねじゃあ本当に自分がしたいことってのは何なんだろうかとつまり自分ってのは一体どういう人間でこういうどういう人間だからこそ何をしたいのかっていうようなことをですね少し思うようになったんですねでそれがですねなかなかわからないんです自分とは一体何なのかでそれが、まあ、漠然とながら僕が自分とは何かっていうことをあの考え始めた一つのきっかけでした。であの まあ僕はあのよく小説家になるぐらいだから子供の時からすごく読書家だったんでしょ読書少年だったんでしょってことを言われるんですがあのこれもいろんなところで言ってますけどあの僕はは子供のの時本本読むの本当に好きじゃありませんでしたでもううちの母親もこの子にどうやったら本を読ませることができるのかっていうのを頭抱えたぐらいでえまあ本読むの嫌いっていうよりもその。 まあ外で野球したり遊んサッカーしたりする方がはるかに楽しくてまあ僕のクラスにも小学生の時にはあの読書家の少年は読書少年はいましたけどあの学校の,あの昼休みとかで本当にこういい天気の,あの日にみんなでじゃあちょっと外でサッカーしようぜとか言ってる時にその友達が「いや僕はちょっと本読みたいから」とか言って教室に残っているのを見るとですね こいつは不気味なやつだなと思ってこんないい天気なのになんで教室で本なんか読んでんのかなっていう思うぐらいあの本を読むことにあんまり関心がありませんでした。でそれはまあそんなにこうすごくこうあのなんていうんですか、ねまあ、地元では割と進学校でしたけど、まあ、難しい試験の学校ってわけじゃなくて。 あのその理由あんまりくだらない話してると時間なくなってしまうんですけどその、まあ、僕の地元は北九州ってとこでそれでそ,のそこであの,平和あのそ,れがそれこそそれも当然と思って育ったんですけど、まあ、結構ですねご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど割と柄があんまり良くない都市でしてその公立中学校とかは特にですね僕の世代はものすごく荒れてたんですね。そそそれでちょっっととこに行くのののももどううかなっていうのと姉も結局その まあなんだかんだで私立の学校に行ったんであんたも行ったらどうっていうことを親からずっと言われてたんですけど、まあ、僕はあんまり興味がなかったんで「いや僕はもういいよ」とかっていうふうに言ってたんですけどあのまあ本当にくだらない理由なんですけど僕はあの小学校小学生の時にこう、まあ、水泳をあの熱心にやってましてあの水泳少年だったんですけどあの小学校6年生の,その水泳の大会っていうのは大体夏に終わるんですね。あのみんなお 公立のの小学校の子はもちろん屋外で練習してるから夏の大会があってそれで終わるんですけどそうすると秋から暇でそうするとですね僕はその体格が良かったから先生に「お前相撲部に入れ」って言われてあの相撲部にスカウトされてですねそれで相撲自体はまあ男の子でしたから嫌いじゃなくて面白かったんですけどその回しをつけないといけないんですよね。ででそのの土土俵俵学学校校に小学校の土俵があったんですけど その小学校の土俵っていうのがですねバスケットボール部の,あのコートの隣にその土俵があってその僕はね結構あの好きな女の子がそのその子の隣でなんかまわしをつけてこう相撲を取るっていうのは嫌だなと思ってあのかなり抵抗してたんですけどそしたらその相撲部の先生がまあただそのもし君ねお姉さんもが私立に行ってるとか聞いてるから私立の中学校を受験するとかだったらね もうその相撲部どころじゃないからあの相撲部入んなくていいって言われてそれで実はあの受けるつもりなんですすっっていうことを言ったんででよねでもそれはもう別に受けようが受けまいがどんでもなると思ってたんですけど、まあ、その話をあの母親にしたら、まあ、母親はずっとシリーズに行かせたかったんでついにその気になったかっていうふうにあの思ってその日からなんかこう参考書とか。 あの模,試模擬試験の予約とかなんかいろいろし始めてだんだんなんかそれに巻き込まれてってそれでまあでもそのおかげでスモーブ入らなくても良くなったし良かったなと思ったら今度先生がですねあのちょっと相撲ブどうしても人が足りないから練習は出なくてもいいけど試合だけあのどうしても出てほしいって言われてまあ試合だったらそのバスケットボールのコートの隣でもないしもうまあどっかの大会に行って出るぐらいだから。 まあ試合だけだったらいいですよって言うんであの試合だけ相撲部に在籍したんですけどそしたらですねまたしばらくしたら先生が来て「お前はね確かにあの試合だけでいい」って言ったけどやっぱり男が一度引き受けたからには練習もちゃんと出るべきだろうとかなんかすごい理不尽なことを言い出して結局ですね相撲部にも在籍しながら私立の学校も受けることになって、えー、まあそれでなんかまあ合格したんですよね。それで まあその話はすごいどうでもいい話だったんでちょっとあんまり時間がないのになんか今5分ぐらいそれに使ったのをちょっと後悔してるんですけどまあともかくあのそれで私立の学校に入ってですねそれで片道に1時間ちょっとぐらいかかるあの学校だったんですねバスと電車を乗りと自転車をこう乗り継いでそれで本を読むのが好きじゃなかったんですけどとうとうですねあ,のあまりにもこうその間手持ちぶさたなので本を読むようになりました。 でまあそれもですねなんかやっぱ小学生の時にこう当時は学,学級文庫とかがあって先生がその日本の名作みたいな日本の近代文学の名作みたいなのをえててそう読みなさい読みなさいっていうふうに言ってましたから、まあ、ちょくちょくその日本の文近代文学を読み始めたんですよね。ただあんまりなんかそのまあ坊っちゃんとか、えー、高瀬舟とかですね、まあ、そういう名作を読んで。 何となく面白いなと思ったりこう印象に残ったりしてましたけどのめり込むっていう感じではなかったんですね。である時あの三島一興の「金閣寺」という小説を読んであの非常にあの衝撃を受けました。でそれはあの、まあ、14歳の時だったんですけど、まあ、正直言うとですね最初はあんまりよく分かりませんでした。で結構難解な漢語とかもちりばめられていて。 えー、ただそのなんかあの今まで読んでいた日本文学の文体とこう全然違って非常にこうきらびやかで、えー、レトリックが華麗でまあそれがこう人工的で嫌だっていう人もいますけど僕はですねすごく魅了されたんですね。と同時に、まあ、主人公が非常に暗くてですね、まあつ音のためにうまくこう社会とコミュニケーションを図れないっていう主人公がこう内面の金閣だけを伸びだけをこう自分のこう。 生きる様子がとしてるっていうな話がですね <laughs> まあなんとなくその,その時代にこう,うつうつとした僕の心境とこう,うまくこうなんかこう重なるところがありまして非常に暗い内面生活が非常にきらびやかな、えー、レトリカルな文章で描かれてるっていうそのコントラストにすごくあの強い印象を受けたんですね。でそれから三島行きをにのめり込んでって、まあ三島の 仮面の告白とか「詳細とかいろいろな作品を読みながら三島が言及しているあのいろんな作家で彼はまあ,あの勉強熱心な作家でしたから特に「裸体と衣装」とか、まああいうエッセイ的なこう日記のようなものにはこう非常にたくさんの作家の名前が出てくるんですね。でまあ、自分が好きになった作 ががどういういもののを読んでたのかっっててことに興味があってで特に三島は、まあ、19世紀のフランス文学とか19世紀から20世紀初頭ぐらいまでのフランス文学とか、まあ、ドイツの文学ゲーテとかトーマス・マンとかですねであとはロシア文学のドステフスキーとか、まあ、そういった名前がこう出てくるので少しずつそういう作品を読むようになりました。で僕はもうあの本当に田舎の文学少年だったのでほとんど岩波文庫で そういういものを読んでましたでそれは一つは安かったからですね200円ぐらいで「あのベニスニシス」とかで, <laughs> ですねあの読めたりしてましたからでそのまあ皆さんもよくご承知のことと思いますけど2000年ぐらいに前後ぐらいにこう亀山さんとかがトステフスキーのこう新薬とかを出してこう新薬ブームみたいなのが到来するまでは。 言わない文庫とかのこう文庫とかの翻訳っていうのはあの全く更新されないままあの非常に古い翻訳のままだったんですねですから、まあ、三島が好きだったから僕はあのボードレールとかあの10代の頃から読むようになりましたけど僕が読んだ「悪の花」は鈴木慎太郎役でしたし「地獄の季節」はあの小林秀夫役でした。でその後ももたたくさんもうすでに新ししい役出てましたけど あのまあ,あの昔のこうフランス文学の家芸みたいなこう難解な漢語をこう駆使した華麗なです、ね、あの翻訳文体のでこう、まあ、象徴派の詩なんかを読んでいて、まあ、そ非常に強い影響を受けましたで翻訳がそういうふうに全く更新されなかったおかげで自分が作家になってからですねあの今のこう古い義吉,吉さんとかああいう,う7080歳ぐらいの世代の作家の人と あのヨーロッパの文学の話しても大体話が合っちゃうんですねそれも変な話であのスタンダールの翻訳は本当は大川翔平役よりも生島良一役の方がいいんじゃないかとかですね二世代ぐらいあの離れていても結局翻訳文学について話そうとすると同じような翻訳者の話になっちゃうみたいな経験がありましたで、まあ、その時に、まあ、フランス文学の中でも特に象徴派の詩ボドレール にすごくあの関心を持っていていボードレールとランボ10代の時はすごくあの好きででこれもただまああの僕は結局今に至るまで途中でフランス語もちょっと勉強しましたけどあのフランス文学はほとんど翻訳で読みましたでそのことをなんとなくちょっとこう長年引け目を感じていてですねまあ特に至難点は。 日本語訳で読んでボトレルなんて何が分かるんだろうみたいなことをあの言われるんじゃないかなっていう,こう不安をずっと抱えていてある時ですね淡のりおさんとランボ暴についてあの対談をするという機会がありまして淡路ああさんっていうのはまあ結構ちょっとこう何て言うんですかねあのまあそう親切でしたけど。 割と見た目がちょっと迫力のある怖そうな感じでで淡さんと対談するのにこう僕はランボーずっと翻訳で読んでましたとか言うのなんか嫌だなと思いながら対談に行ったんですよねでそのふだ日本語で読んでランボーなんか分かるわけないじゃないかとか言われるんだろうなと思ってビクビクしながら行ったんですけどその時にですね淡さんが「いや日本語で読んでも分かります」って言ってあの力強く断言されたんですね。 でだから私も訳してるんですっていうふうに言ってあそっかあの研究者の人はね翻訳もしてるから日本語で読んで乱暴なんか分かるはずがないって言うとね自分が訳してる乱暴の意味もなくなってしまうから意外と研究者の人は日本語で読んで乱暴分かるんですって言うんだなと思ってその時にちょっとあのほっとしたんですけどもまあそんなこんなねあの文学をすごくその頃から読むようになりました。でそううしますすとですねあのやっぱりこう自分 が僕たちはこうある環境を選ぶことができないまま北九州だとか東京だとかいろんなところにこうあるいはある両親あるいは片親のもとからこう生まれ育ってくるわけですけどもその今ここっていうある種のこう限界状況というんですかねにこうやっぱりすごくこうフィットしてる人はそれが楽しいのかもしれないですけども。 なんかやっぱりこうそこにこうそごを感じ始めると非常にそれがこう息苦しいわけですねで、まあ、今であればインターネットとかその今ここっていう状況を乗り越えていく手段が、まあ、いくらでもありますけど当時はやっぱりもう映画とか音楽とか小説とかなんかそういうあのどっか遠いところから流通してきてあの自分の街にたどり着くものしか自分を解放してくれるものが ありませんで,したでまあその十代小学生ぐらいの頃までは学校に行って友達とその昨日のテレビの話とかあの漫画の話とかしてることにあんまりこう特に矛盾も感じなくてそれは楽しかったんですけどだん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 中学生ぐらいになりますとあの、まあ、学校が禁に私立に変わったっていうのもあったんですけどなんとなくこう学校の友達と喋ってる学校の友達が校は輪になって話して喋ってる中に自分がいて。うん 友達とこう話をしてるんですけどみんなはすごく楽しそうに話してるけど本当のところで言うと俺はあんまりこの話面白いと思ってないなっていうようなですねちょっとこう距離を感じるようになってきて <laughs> でその頃にまに、あ、三島一興とかにはまってその文学作品を読んでる時の感動っていうのはですねなんかもうすごく強烈だったんですね。あのあまさにこれここれれそ俺が言いいたたかっっとだってうううようなこう痺れるようななる 感動がありましてで、まあ三島影響の影響で僕はあの中学生の時は初期のトーマスマスンがすごく好きだったんです、ねあのー、まあこう芸術的なもの美的なものに憧れる一方で市民社会に対してもこう非常に強い憧れを持ってどっちでこう生きていっていいのかわからないっていう「あのトニオ・クレーゲル」っていうのは短編小説に典型的に描かれてるしもっと長大な作品だと「ブッテン・ブロッケの人々」っていうあの作品に描かれてますけど。うん で僕はあの、まあ、祖父が医者歯医者だったし、まあ、親戚もこう医者とか歯医者とかがすごく多いあの家系に育ったので、まあ、非常にこうなんていうかこう、えーまあ、そういう人たちを見てるとですねこうあんまりこういわゆるブルジョワというような人たちが。 俗悪で悪ででい人たちにも見えなくてですね結構いい,いい人たちだったんですよね。それであのトーマス・マンの小説っていうのは割と肌にあってあの芸術の世界は素晴らしくてこう世の中腐ってるっていうふうにあんまり思えなくて本当のことを言うと僕もああいうふうな穏やかなこう市民として生きていくっていうことが正しい人間の生き方なんじゃないかなっていうようなあの気持ちがあって、まあ、トーマス・マンとかを読むとですねあもうまさにこれこそ。 俺が感じてることだといいううふうな思いがあってでなんでこんな20世紀の初頭の、ね、ドイツの,あの作家がこんなに北九州にいる僕の気持ちは分かるんだろうっていうまあそういう思いっていうのがもう今に至るまでこう自分の文学とのこう非常に強い結びつきの,あの一つなんですけどもで文学作品読み始めるこう読み始めた時のこう一種のこう初期症状としてですねあの まますすす生きづらくなるっていうんですかね教室の友達と考えてることがあのだんだん遠ざかってって、まあ、さらに文学読んでいくとですねもっといろんなことが分かってこう社会とどういうふうにコミュニケーションを図ってい,くいけばいいかっていうことが分かってきて最終的にはやっぱり生きていくことにあの僕は非常にあの、まあ、役立つと思いますけど読み始めの頃はですねもうどんどん違いがこう拡大していくばっかりな気がしてあの非常にあのあの なんてんていうですかね本を家で本を読んでる時の自分は本当の自分だけど学校に行ってる時の自分はもう友達と会話を合わせなきゃいけないし学校生活を送るためだけに、まあ、ちょっと友達にこう合わせてるっていうんですかね仮面をかぶって延期してるっていうような感覚を持ってました。でその頃にですねこう本当の自分とそれから社会的な自分っていうのはちょっとこう乖離していくような感覚っていうのを持っていました。 それでで、まあ、もう一つですねあの、まあ、僕は1975年生まれなんで80年代からあの当時の文部省の中教審というところで、まあ、個性重視の教育っていうのははっきりと明文化されてあの教育現場でも個性を大事にしなさいとか個性を伸ばしましょうとかですね個性的にいきましょうっていうことはよく言われていたし、まあ、漫画なんかを読んでもですね漫画を読んだりテレビドラマとか見てもあのかっこいい人 こうみんな憧れるような主人公っていうのは何か特技を持ってたりしてですねサッカー選手だとか野球選手だとか個性的に生きてるっていうことが非常にこう憧れの対象であってでそのまあ僕自身も個性的に生きなさいと言われて個性的に生きたいっていうの実際に思っていたんですけどじゃあその個性的に生きるってうのはどういうことなのかっていうのはなかなかわからないんですね。で特にまあ日本の中学中学、学校校や高校はもう まあ、同じ制服を着て同じ時間に登校して同じように朝から夕方まであの授業を受けてで放課後になるっていうあの毎日を繰り返してますからその中でこう個個性性を大事にしろっっててて言われてもです、ね、何がどうななななのかってなかなか分からないんですねで本当のことを言うとですね僕たちはこう誰も同じ人間じゃないわけですから生きてるだけで個性的な。 はずでその証拠に誰かのモノマネをしな人そっくりにしってその人そっくりにのなんかこうものの考え方を表現しなさいって言われても非常に難しいしそれができるとものまね芸人とかでこうお金がもらえるっていうぐらい誰かの真似をするってのは難しいから本当のことを言うと僕たちは一人一人非常に個性的なんですけどそういう形ではなかなか自分の個性っていうのは納得できないんですね <laughs> 10代の頃は。ななんかもっとこう飛躍的な 形で自分の個性を発揮できるんじゃないかとも思うしこうしなきゃいけないっていう切迫感のようなものがあると。で、まあ、少し話を整理しますとあの自分でその個性っていうのを考えていった時にもやっぱり私とは何か自分とは何なんだろうってことを考えるわけですね。で少し話を整理しますと、まあ、その本当の自分私とは何なんだろうかっていう問いはですね2つの,あの形で、えー 考えられてましたまず一つはですねやっぱりこうコミュニケーションの中で自分っては何なんだろうってことを考えることですねで学校にの時は学校にいる友人となんとなくこう調子を合わせてしゃべってますけど家で両親としゃべっていると母親と一緒にいる時はやっぱり母親と一緒の時の自分になってるし、えー、私立の中学校に行ったけどあの公立の中学校に行った小学校時代の友達としゃべるとやっぱりその友達と一緒にいる時の自分になると。 で自分っていうのはなんかどうも人にコミュニケーションごとにいろいろな自分になってしまうとしかし本当の自分っていうのは一つだっていうふうに言われているとそうすると自分は本当の自分っていうのを生きてなくて何かこう相手の存在に振り回されながらあの嘘の自分をいくつも生きてるんじゃないのかっていうコミュニケーションの中でこう私とは何かっていうことを疑問に思うっていうことは一つありましたそれからもう一つはですねその個性的に生きるっていうのは結局どういうことかっていうとまあ 中学から高校大学に進学していくっていう中で結局はですね自分のやりたい職業に就くっていうことが個性的に生きるっていうことなんじゃないかというふうに考えますとまあその進路と職業選択っていうものとアイデンティティ私とは何かっていうことは非常に強く結びついていくわけですね。で <laughs> 当時はやっぱり主審雇用のイメージもまだ非常に強かったですから20代の最初である一つの職業を選べばその後40年ぐらいにわたって その一つのののつつ職業と自分の個性っっててうのがこうが一対一で結びつくようなイメージを持ってましたで実際40年まあ社会に出てですね僕たちがあの誰,かを自己誰かに紹介された時にもまあ名前を言ったりして、まあ、まず何の話をするかっていうとやっぱり職業の話からするっていうことが今でも一般的ですしまあ,あの入空港の入国カードとかにもこうアイデンティティについていろいろ書く中でオキュペーションっていうのは <laughs> やっぱり各欄が一応ついてて。 なんかノベリストとか書くと怪しまれるんじゃないかなとか僕いつも思いながらちょっと迷いながら書くんですけどやっぱりアイデンティティィの一つとして非常に大きな問題でであるわけですねそこで何の仕事に就くのかしかもそれを一つだけ選ばなきゃいけないっていうところからじゃあ自分っていうのは一体本当のところどういう人間なのかっていうことをやっぱり悩まされる。でその コミュニケーションの中でいろいろに自分が文化してしまうということと職業選択で一つの自分の本質を見つけないといけないっていう二つのことの中で10代の時にににはは自分とと何かっていうことに非常にあの悩みましたで、まあ文学が好きでしたけどあの、まあ、今東京にいて思うんですけどあの東京にいるとですねあのお父さんが出版社で働いてるとか。 隣の隣の隣になんか小説書いてる人がいるとかですね割とそういうことがありえますけど地方にいるとですねなんかこう作家になって本出すとかっていうことがもう無限に遠いあのことのように思えて作家になるとはっていうことまずこう自分にそんな才能があるとも思いませんでしたしで一方でやっぱりそのトーマス・マンじゃないけど 自分は市民としてちゃんとした安定的な収入を得てあの生きていくっていうことが大事なんじゃないかっていう、あのー、感じを持っていましたので、まあ、結局大学はあのー、あの法学部に行きました。で、まあ、文作家になるっていうことを考えないんであれば、まあ、なるだけこう現実的な学部に行って 4年間そういういとところに行くとですね、だんだん自分もそういう人間になっていくんじゃないかなっていう,こう気持ちで大学に行ったんですけどもまあ結局やっぱりどうしても自分は文学が好きだっていうことでまあ大学生になってからの小説家を目指すようになりました。でその我々の世代はあの、まあ、よくロスジェネというようなことを言われますけどいわゆる段階ジュニアで、まあ、70年代に 生まれの,あの人たちは特にこう人口も非常に多くてで大学進学率も非常に上がって非常に多くの人が大学に入学したにもかかわらず90年代後半には非常に深刻なえ就職難の時代に就職氷河期が訪れますから結局個性的に行きなさいってことを散々言われて自分,まあ分からないながらも自分ってのは何かってこう問い続けてよし自分はやっぱりこういう人間だから。 こういう仕事に就こうと思っていざ大学,しようと大学を卒業しようとした時に、まあ、社会の側は就職の採用を非常に引き絞ってしまいましたからあのうまくその自分のやりたい職業に就けなかった人がたくさん出てしまったんですねでもちろんそれも一応であればまだねこう世代的なこう団結みたいなのがあったのかもしれないですけど現実的にはそれでもあの希望通りの就職ができた人もいれば。 えー、不本意ながら正社員になった人もいただろうし、まあ、しばらくちょっとフリーターみたいな形であの働きながら本当にやりたいことを探すみたいな人もいたしそれから、まあ、働きたかったけど本当に就職できなかったっていう人までど一つの世代の中でも非常にある種のこう分断があの生じてしまったわけですねで。それが20代の頃まではあんまりこう社会的に可視化されてなかったと思うんですが。 30代ぐらいになってくるとやっぱり正社員になった人たちはあの非常にこう生活も安定していくしあの20代の頃は非正規でもこう体力もあるしあの仕事先もたくさんあってあの新卒で正,規正社員の人たちとそんなに収入も変わらなかったような人たちがやっぱ30ぐらいになるとどんどんこうあの生活が大変になっていくというようなことがあって世代の中にも非常にこう大きな差が出るというようなことを経験しました。 でその自分とは何かっていう問いをその社会の中でどういう仕事をするのかっていうことと結びつけながら考える考え方が非常に強かったのでそのやりたい仕事がうまくできないっていうことがあの非常に深刻なあの社会的なアイデンティティの危機を、えー、経験させることになりましたつまり自分は一体社会の中で何者なんだろうかと。でまあそれこそトーマス・マンの じゃないですけど社会的なアイデンティティっていうのははっきり持ってない人がなんかこう泥棒と間違われたりとかですねっていう場面が書かれてますがそれが非常に大きな問題になりましたそれからコミュニケーションのレベルではですね相変わらずやっぱりそのいろいろな人と接している時の自分っていうのが現実的にはいろいろな顔を持ってるとにもかかわらずですねそのことは非常に否定的にあの 捉えられがちだったんですねあの人はこう裏表があるとか発泡美人だとか人間ってのはやっぱ誰にあっても同じようなあの顔をしているっていうのが信頼できる人間なんだっていう風なあの考え方が非常に強かったんですねそれでまあ小説家になってこのアイデンティティの問題っていうのを自分の一つのテーマにしていこうと考えましたでそのもう一つはですね現象として非常に 我々の世代に顕著になったことの一つが引きこもりという現象でしたそれから自分探しの旅というのもですねゼロ年代の最初には随分と流行りましたで引きこもりは今に至るまであの段階ジュニアの世代を中心に非常に大きな社会問題になってますけどもその引きこもりと自分探しの旅っていうのは一見ですねかた、まあ、や自分探しの旅っていうのはこうやっぱり自分の現状に満足できなくて 特に僕の世代では20代後半ぐらいに一回仕事を辞めて海外にこうバックパッカーみたいな形でこう旅行に行ったりとかっていうようなことをする人がいて結構雑誌でもこうそういう特集が組まれたりとかしてました。で引きこもりはもうご存知の通りですけどその,その2つの現象はですね一見一方はその海外に向かって外に行ってこう日本を出て行って自分を探そうっていうんで非常にこうアクティブな。 えー、活動のように見えますし一方で引きこもりっていうのはもう家にこもってしまうわけですからあの正反対の現象のように見えますけどあの共通してるのは日本社会の中に居場所があれば社会の中で働けばいいわけですけどその社会の中に本当の自分を生きる場所がないっていう感覚が一方では海外にこう自分探しの旅に出かけさせるし。 一方では社会との関係を断ってしまって、えー、家に引きこもってしまうという現象を生み出してしまったんじゃないのかというふうに、まあ、この問題を考え出したときに僕はあの捉えていました。それでまあ僕が着目したのが個人という概念なんですねで、えーまあ、個人っていうのはもともとそのインディビジュアルという英語の翻訳として えー、主に明治時代からあの日本に広まっていった概念で,ですけどもどうもこのインディビジュアルっていうのはそのインディビジュアルというあの構成の単語ですので,、うん、でインっていうのは否定の窃盗時でディビジュアルっていうのはディバイド分けるという単語にと関連する語句ですから、まあ、インディビジュアルってのはもともとは分けることができないものという意味だったんですね。で ただ個人っていう言葉はですね日本人誰もが知ってますけどそのインディビジュアルっていう言葉の語源が分けることができないものっていう意味だっていうことを知ってる人はですねあの非常に限られていると思います。僕本を書くときに随分といろんな人にあのその話をしたんですけど個人っていう概念の根本が分けることはできないものなんだっていう語源を知ってるっていう人はあのほとんどあの僕の周りにいませんでした。 でまあ、思想史とか興味ある人はもちろんあの当然知ってると思いますけどそれでどうもですね日本にはその個人っていう概念がこうヨーロッパから入ってきてでそのまさに個人っていう概念が、えー、僕たちのこう主権者としての権利のだとかですね法律だとかいろいろなもの,の、えー、を支えるあの最小単位のになっているにもかかわらずですねそのどうも個人っていう概念 の理解がこう曖昧でまたそれをこう自分のアイデンティティの問題としてしっくりと捉えきれてないんじゃないのかっていうのが一つの僕の問題意識だったんですね。それでまあちょっとその時間があんまりなくなってきたんでその個人っていう概念の由来はあんまりあのはっきりとはあの話しませんけどもまああのキリスト教と論理学の発展がそのヨーロッパにおいてはその個人っていう概念。 とと非常に強くあの結びついいいてるんじゃないのかということがあの論議論されています。それでまあその分けることのできない一つの主体っていうのが個人っていう概念ですけども、えー、コミュニケーションの次元ではですねやっぱり先ほどから何度も繰り返しているようにどうしても社会の中に多様な人間がいて多様なバックグラウンドの人がいて。 まあ近代っていうのは中央集権化の時代ですからみんながいろいろな地方から都市部に集まってきてそういう人たちはコミュニケーションを交わそうとするとですねどうしても一本調子に「俺は俺私は私」っていうことでコミュニケーションを図ろうとしてもそれは難しいわけですねやっぱこの人。この人にはこういう態度だとうまくコミュニケーションが図れるしあの別の人には違う話題で違う話し方で喋った方がうまくコミュニケーションが成功するっていうのを僕たちはあの現実の中で経験しているから。 そうするとどうしても自分のこう人格っていうのが分化してこうざるを得ないわけですね。にもかかわらず個人っていうのは分けることができないっていうことの矛盾を解消するために、えー、本当の自分っていうのは一つだけど社会的なペルソナとか、えー、仮面っていうのを複数使い分けて、えー、生きるしかないと。でもそれは非常に表面的なペルソナにすぎなくて本当の自我っていうのは一つあるんだというモデルを、えー、採用しがちでした。でととここころがこのこと この考え方を突き詰めていきますといろいろとこうやっぱりあの腑に落ちないことがあってまず本当にですねそんなにこう本当の自分っていうのがあって人と接する時に表面的な仮面とかペルソナルっていうのをこう使い分けてるっていう感覚を実感として僕たちは持ってるのかどうかっていうことですねつまりなんとなくこうしっくりいかない時にはこうそういうふうに思う時もあるけど僕たちはこうすごく仲のいい友達とご飯食べに行ったりしてこう楽しくあのー バカ話とかしててて盛り上がってっていう時にはですね別に演技してるっていう実感もないしまあその興奮して笑いが漏れるとかあるいは嫌な人と一緒にいる時に何かこう脇から汗が出るとかですねそういう生理的な反応っていうのは実際には意識的にこう演技したりえ取り繕ったりすることはできないまああえて言うなら自然なあの生理的な反応なわけですね。 ですから本当の自分がいつもこう操作的にあるあの人格を用いて演技してるっていうのはどうも実感とと違うんじゃないかとそれからもし本当にこう人間っていうのはコミュニケーションを交わしてる時にはいつでも他者の思惑に翻弄されて本当の自分になりきれないっていう考え方を徹底すれば結局本当の自分になれるっていうのは自宅で一人引きこもってる時にしか本当の自分にしかなれないわけですけど人間っていうのはやっぱり他者との共同生活の中で生きていかざるを得ないし。 それが人生の時間の大半であるにもかかわらず他者と切断された時だけが本当の自分だそれこそが本当の人間の姿だっていう考え方が、まあ、正しいのかどうかっていうことを考えました。そこで、まあ、インディビジュアルという分割不可能分けることはできないという概念に対して人間っていうのは分けることはできるんだと対人関係ごとにこう人格っていうのは常に分化していくんだという意味で まあ、ディビジュアルというあの造語を作りましたでそれに分けるに人と書いて文人という言葉を当てましたで人間は対人関係ごとあるいはコミュニケーションごとにいろいろな自分にこう分化してい,いきますで重要なのはあのその時にこうある一つの,あの本当の自分という中心があるわけではなくて、えー、その分化したすべ、えー、ての自分というのは、まあ、本当の自分であって えー、人間というのは複数の本当の自分の集合体として存在しているんだというふうに、まあ、あの人間の主体を捉えるこうモデルを、えー、変更したらどうかということが僕の提案でしたでその一つ一つの文化した人格を個人に対して文人と呼びましょうというふうに、えー、名付けましたつまり一人の人間は対人関係ごとにいろいろ変化するこう複数の文人の集合体でしかもそれを えー、いつも同じ比率で持ってるわけではなくて例えばこう、えー、非常に何、えー、て言うんですかね仲のいい友達との分人っていうのが40%ぐらい自分の中に比率としてあるとで、えー、自分の,あの好きじゃないあの嫌な自分の分人っていうのは10%ぐらい存在してるとかですね、えー、恋人ともとの分人が30%とかいろいろな比率であってそれが対人関係が変わっていけばいくごとに その自分の文人の構成と比率も変わっていくというふうに考えましょうという、えー、モデルをですねあのドーンという小説を書いた時から用いるようになりましたでそのどうしてそういう考え方が必要かといいますとあのいくつかの理由がありますで一つはですねえー、その まあ一つはですね、その自己肯定と自己否定の問題があります。で、苦厄を満たしなさいという小説で、その自殺の問題をあのー、扱いました。で、自殺はまあ非常に要因がこう複数の要因が複雑に絡み合っているあの難しい問題で、これがあったから自殺したっていう,こう短絡的に一つの原因を求めてはいけない。 ものだと思いますけど、まあ、その中でこうやっぱり自己否定的な感情っていうのが一つ非常に強くなった時に起きる現象であることは間違いないと思うんですねでその時にですねやっぱりこう人間自分の主体っていうのをう分けることのできない一、えー、つのものというふうに考えるとまず自己肯定するのが非常に難しいんですねその自分の全体を好きだと肯定的に捉えるっていうのはですねあの自分のことをよく知っていればいるほどですね ちょっととためらわれるところがあると自分にはこんな嫌なところもあるしとかですねであんまり爽やかにですね平野さんあなた自分のこと好きですかみたいなことを聞かれてあのって言われるとですね僕もなんかちょっとそう言っていいのかなっていうためらうところがありますところが自己否定っていうのはですね簡単にこう自分の全体の否定につながってしまうんですね。会社でで例えば嫌ななことととがあるるるか学校でいじめられてるってっ 実はその文人っていう考え方に従えばですね会社でその学校でのいじめっ子との関係の文人は好きじゃないけど実は家で母親と一緒にいる時の文人はあの嫌いじゃない非常に楽しいとえ学校以外の,あのサッカーチームの友達との文人も嫌いじゃないただ 実は嫌いなのはその学校での文人だけなんだというふうに相対的に見ることができるはずなんですけど自分っていうのはあくまでこう切れ目のないあの分けることのできない一つの存在だと思うと学校で嫌なことがあるとですね自分の全体がこうなんとなくずっと嫌な感じがしてしまうと。で何かいじめられるっていうのは自分に何か本質的にいじめられるような要素があるんじゃないかとかですねもう生きていくのが嫌だとかですねっていうふうなこう非常に強いあの自分に対する全否定的な 感情につながってしまうわけで「すね。で学校も嫌だったら学校休みなさい」っていうメッセージもですねその文人っていう形でこうそ,のそれぞれの自分を相対化してみればですねその自分の、まあ、円グラフのようなものを思い描いて、まあ、今この学校にいる時の自分の文人っていうのは嫌だからこれを生きずに済むように、まあ、しばらく学校休んでしばらくはこうストレスのない心地いい文人を生きながら。 母親との分とととのの人人かか友ですね、まあ、状態が落ち着いたらまた学校に行くとかっていうことを考えようとかいうふうにあの少しあの客観的に考えられますけど自分っていうのはあくまでこう分けることのできない一つの全体だって思うとですね学校に行かなくなるっていうとこう自分の人生のこう単線の,あのラインがですね突然そこで切断されるような不安を覚えてじゃあ学校行かなくなったら一体どうなってしまうんだろうっていうふうに 思うわけですねですからその人生っていうのはですねやっぱりこうハイリスクハイリターンの一点投資みたいにして考えようとするとですねうまくいけばそれは非常にあのいいですけどもなかなかこう,うまくいかなくなった時にこう単線の人生っていうのはあの非常に難しいと。だけど自分自身をですね複数のプロジェクトのようにあの考えていればですねこっちの人間関係がうまくいかなくなってもあの じゃあこっちの人間関係にしばらくあの自分の人生を前進させていこうとかっていうふうに考えることができるしまたそれが収入源ということに関して言えばですね収入源が複数あればこっちからのこっちの仕事はなくなってもこっちでなんとか食いつないでってその間にもうたちょっと新たな食い口を考えようとかっていう猶予もありますけどえもう一つだけの,あの収入源しかないってなるとですねそこが突然断たれてしまうと生活が行き詰まってしまいますから。 その、えー、自分とその所属,する所属する組織との関係が非常に強く結びついてこうそこからこう離脱できなくなってしまうというようなことが起こるんじゃないかとですからその自分っていうのをですねその僕たちはまあやっぱり生きていくためには何らかの形で肯定的に捉える必要があるけれどもそれをこう全面的に肯定するっていうのはなかなか難しいから。 文、えー、人ごとにですねお自分が好き嫌いってことを考えていくっていうことが大事なんじゃないかと、まあ、そうすることによってですねあの誰かを愛する誰かを好きであるってこと自体の考え方も、えー、変えることができるんじゃないかとつまり僕たちは一般的には誰か他者がいてその人を愛するっていうことが、まあ、その人のことを好きだなって思うことが愛するっていう感情だというふうに思いがちですけども 実はですねその人といる時の自分の文人が好きだっていうことも非常に大きな要素であるわけですね。例えば、まあ、長年連れ添った夫婦がいて、まあ、例えば、まあ,あ男の人がその奥さんのことがあの好きで結婚してで長くずっと生活してるとですね別になんかそのなんていうんですか、ね、10年も20年も経ってこう燃え上がるような恋の気持ちを抱き続けてるっていうわけじゃないですけど。 ででも他のの人とといいいいいるるよりはは奥さんといる方がいいっていうのはですねその奥さんのことが好きっていうのも妻のことが好きっていうのはあるかもしれないけどやっぱり妻といる時の自分が他の人といる時よりはこうリラックスできて心地いいつまり妻と一緒の時の自文人っていうのは好きだっていう感情がですね実は関係の継続性には非常に重要なんじゃないかと。でこれは愛っってていいうう言言葉葉と恋っていう言葉を 日本語の,あのその2つの言葉をちょっとあの概念的に区別しようとして区別して考えようとした時に、えー、思ったことで恋っていうのはですねまあ愛っていうとこう短期的に非常にこう高揚する強い思いで誰かと結ばれたいとあの人のことが好きだっていう感情を非常に強く持つあのその好きだっていう感情が恋という言葉じゃないかとそれに対して愛っていうのはですねむしろこうむ相手のことが好きでその結ばれた関係が、えー、継続する っていうことに非常に大きな意味があるんじゃないかと。で、例えばこう愛っていうのはあの何て言うんですか。いわゆるこう恋愛だけじゃなくてですね、親子愛とか兄弟愛とかですね、兄弟愛とかいろいろな愛がありますけど、これはあの短期的に燃え上がるものじゃなくて、あの基本的には関係の継続性っていうことが前提になってるわけですね。だから親子恋とか兄弟恋とかっていう言葉はないわけですね。 ですから人間はこう誰かを好きあるいは何かを好きになるっていう時には非常にこう短期的に燃え上がる恋の状態にいてその時には愛の状態になることを願ってるわけですね。ところがその愛の状態になってずっとその関係の継続性が保障されるとですねやっぱり昔のあの燃えるような恋の気持ちもちょっとこう懐かしいところがあるなと。 え思うこともあるわけですねですからこの燃え上がるような短期的なこう激しい恋の感情とそれから継続性っていうのがあの重視される愛の感情っていうのは子孫のようにこう揺れ動いてるっていうのがこう恋愛っていうことなんじゃないかというふうに考えるわけです。でそうした場合にですねじゃあその継続性っていうのにおいて何が重要かと言いますと先ほど申しましたように相手が好きだっていう気持ちも大事ですけどその人といる時の自分が。 非常に心地がいい。あの、その時、その人でいる時の自分が好きだっていう感情ですね。で、僕たちはですね、自己肯定をしようとした時に、あの、まあ、鏡に向かってですね、あ、俺は俺のこと好きだなっていう風にこうナルシスティックに思い込むっていうのはなかなかできないことですね。で、それは、あの、旗から見ても非常に気持ち悪いですし、もうちょっとこう関与する余地がないというか、もうじゃあ鏡を見てね、永遠にこう好きでいてくださいっていう風になりますけれども、その文人。 ってていう概念を通じて今言ったようにその人といる時の自分が好きだっていうふうに見るんであればそれは一回他者を経由してその人の存在があるからこそこう自己愛に至るっていうあの形の自己愛なわけですね。それは自己の,の中で閉ざされてるわけじゃなくて必ず他者との関係性の中で生じてくる自己愛だからえまあ他者性っていうのがあるっていうことにえ意味があるんじゃないかと。 で逆に言うと僕たちは自分のことはすごく嫌だって思うときにはですねやっぱり半分はその人といるきのいるから嫌だっていうこともあるわけですね。自分が全面的に悪いというわけではなくてやっぱりあ,あの相手のせいなんじゃないかというふうにあの問題を捉え直すこともできるんじゃないかと思うわけですね。ですからこの愛っていうものを文人的に捉えますと結局僕たちが何か愛する存在を喪失した時の悲しみっていうのは。 実はその人といた時の自分っていうのをもう生きることができなくなるということが非常に大きな悲しみなんじゃないかと思うわけですね。つまり例えば先ほどぐらいあの挙げている例で言いますとえ妻のことを非常に愛していた男性がある日突然妻に先立たれると。まあ、最近野村監督亡くなって、まあ、野村監督の晩年は非常にそういうあの象徴的なあの例だった気がしますけどもそうすると。 その彼女を亡くしたってことが悲しいだけじゃなくてやっぱり彼女と一緒にいた時にだけなれる自分にもうなれないとあの他の誰に言ってもこう相手にされないようなつまらない冗談とかも奥さんにだけはこう言うことができて「あんたバカじゃないの?」とか言われてそうバカにされること自体もなんかちょっと面白いみたいなでこうだらしない格好して家でだらんとしててそのリラックスできる。そういうい その相手がいなくなったことも悲しいけどもうそういう自分を生きることができないっていうことが実は、えー、誰か愛する人を失った時の非常に大きな喪失感なんではないかと。でそういう自分をまた生きたいと思ってその愛する人に似てる人とねあの付き合おう付き合ってみるけれどもやっぱりその人はまた別の人だからその、えー、かつての愛する人と一緒にいた文人をそのまま再現しようとしてもですねやっぱなかなかうまくいかないと。だけど まあ僕たちはやっぱりその最初に言いましたように文人っていうのは常にこう対人関係ごとにあのその構成と比率が変わっていくもんですから愛する人を亡くした時はその人向けのこう非常に大きな比率を占めた文人っていうのはですねまだこう非常に活性化された状態で自分の中にあるからその自分を生きられないっていうことがつらいですけどもだんだんとやっぱり生きてる人とのコミュニケーションの回数が増えていけばえー その亡くなった人との分人の比率っていうのは自分の中で徐々に低下していくんじゃないかと思うんですね。でただですからたまにこう写真見たりとかですねお墓に行ったりするとその人と一緒の時の分人っていうのはですね今では比率としては小さくなってるけどまたちょっとこう活性化してきてですね思わずこう話しかけてしまったりとかいうようなことがあると。でそういうふういふに思えればですね あの僕たちはこう自分っていうのがこうかん分割できない一つの全体だと思うと誰かを亡くした時にこうだんだん元気になっていくことがですねその人といた時のこう思い出とか自分っていうのをう忘れてしまうようなあの感覚がして一種のこう罪悪感を感じてしまってなかなかその喪失感から立ち直っていくことができないということがあるわけですがそういうふうにこう文人の比率の変化だというふうに捉えると。 比率的には低下していって他の生きてる人とのコミュニケーションの比率が文人が大きくなっていくけど決してゼロになることはないわけですね。そうしますとあのまあちょっとこれはあのそう小説家的なあの空想ですけどね自分があの早くあの死んでしまってで僕の子供とかあの妻とかがですねあのあのこの世界に残されてるのをですね、まあ、仮に、まあ、僕はあの 割と無心んじゃなんですけど仮に僕は、まあ、天国かなんかからこう見下ろしてると想像したとしますとねやっぱりですね何かこうその悲しみをずっと抱え続けてこう人生をこう塞ぎ込んだまま生きていってる姿をこうあの世から見るとですねあのもっとせっかくの1回せっかく1回しかない人生なんだからやっぱり人生を楽しんだ方がいいんじゃないかっていうふうに思うんじゃないかと思うんですね。 ただあの急に全部僕のことを忘れられても寂しいですから <laughs> まあそのいろいろ友達とか慰められてだんだん元気になっていきながらあの僕との文人もねちょっとこう残ってるなぐらいの感じであのその人生を継続していっている姿をこう見るとねあのそれはあの喜ばしいんじゃないかっていうふうにまあ思うんですね。でその,あのまあじゃあその文人の比率みたいな話をちょっと割とさっきからこう抽象的にしてますけどそれはあくまで。 まあ自分でこう円グラフかなんかを書いてこう何十パーセントぐらいっていうのをざっくりとイメージしてするぐらいのことしかあのできません。でまあ具体的には時間の使い方とかそういうことじゃないかなと思うんですけど、まあ、とにかく自分の状態があんまりこう思わしくないとあるいは自分の人生をこれからどうしていこうかっていうことを考えようとしたときにやっぱり一番それをうまく変えられるのは文人の構成っていうのを考えて自分はどの文人をもっと生きたいと思うのか。 あれはどの文人がストレスになっているのかっていうことを考えてそれをコントロールするためには対人関係とか働く場所とかっていうのを具体的に整理していくっていうのがあの一番可能一番現実的ではないかと思いますしさらに言うと人間の自由っていうのはその自分の文人の構成と比率をある程度コントロールできるっていう状態が実は人間の自由にとって非常に重要なんじゃないかと。つまり例えば徴兵 されてですね行きたくもない戦場での文人が100%近いような状態で何年間も戦地に置かれるっていうのは、まあ、非常に不本意なわけですね。でまあイラクやアメリカアフガニスタンで従軍したあの兵士があのアメリカに帰ってきてから、えー、自殺してしまうっていうようなケースがあの伝えられてますし、まあ、日本の第二次大戦後もそういうことあったと思いますけどそれは僕のこう文人っていうあのモデルで説明するならば。 えー、本当はその戦地での分人っていうのがこう比率として低下してもう一回妻だとか、えー、隣近所の友達とかとの分人の比率が大きくならないといけないはずなのに、まあ、いつまでもこうフラッシュバックとかが続いて戦地での分人の比率がこう固定化されたまま比率が低下しなくてうまくあの日常世界に帰ってきた後も人とコミュニケーションがうまくいかないっていうことが。 非常に大きなストレスになって自己否定的な感情につながるんじゃないのかというふうに思うわけですねそうしますと、まあじゃあその自分どういうふうにこう自分の好きな文人というのを捉えるかというもう一つの考え方として、まあ、自分があ亡くなる寸前にですね自分の人生を束の間振り返る時間がもしあったとしてその時にどういう文人を生きた時間が 自分は長かっただろうかっていうふうに振り返ったときに、自分のこう好きな文人を生きた時間が長かったなと思えれたらですね、自分の人生にそれなりの満足を感じられるんじゃないかなと思うんですね。自分は妻のことは非常に好きで、彼女と過ごした文人というのはやっぱ自分の中でかなり大きなあの時間的にもあのウェイト的にも占めていたなというふうに思えると、あ良かったなと思えるし、本当は自分はもっとこういう文人を生きたかったのに非常に不本意な。 文人を生きる時間がなかったと思うと、やっぱり人生に対してある。こう、まあ後悔の念、ね、みたいなのが芽生えるかもしれない。だからまあ、例えば長時間労働で、もうずっとこう、辛い仕事をさせられていて、過度と過ごす時間がないとかですね、という風な文人の構成を強いられていると、それはやはり非常に不幸なわけですね。ですから、そういうことを考えながら、じゃあ実際にどういう文人の構成であり得るのかと。 個人でコントロールできる問題とそれを強いられるような状況があるならやっぱり社会が、えー、それを強いるような環境っていうのを、えー、変えていくような形で政治が進んでいかないといけないんじゃないかなというふうに思うんですね。でもう一つはアイデンティティの問題についてアマルティア・センというですねノーベル経済学賞を取った。 えー、人が、まあ、彼は思想家でもありますけどアイデンティィと暴力という非常に興味深い本を書いてます。でこれはですね社会を分断させ対立させようと画策するような、ね、人たちっていろいろな事情でいます、まあ、悪い人たちですけどでその人たちにとって最も都合がいいのは一人一人のアイデンティィを一つに縛ってしまうことだっていうふうに彼は言うんですね。つまり えー、まあヨーロッパの30年戦争とかでもですねカソリックとプロテスタントと、えー、っていうふうにこうですねあの人はカソリックとあの人はプロテスタントルター派だ、えー、カルバン派だっていうふうにですねアイデンティティを一つにあのしてしまうとですねそれをこう対立させてあの分断させて対立させるっていうことが非常に要因になってしまうわけですね。でこれはは今日にに至るるまでいろあらゆる社会的な分断は個人のアイデンティ,ティを一つに 縛っってててしまううことによって生じてるっているののがセンの考え方です。で、アマルティア1000は、まあ、僕の文人っていう考え方とはちょっとあの、まあ、重なるとこもあるけど少し違って彼自身は人間には非常に複数の属性があって例えば僕であれば小説家であり2児、まあの父親であり福岡県の出身であり音楽は何かジャ,ジャズとかロックとか好きでとかですねいくつもの属性があるわけですね。そうしますと 実は対立してるような人の中にもですねどこかに接点っていうのがあるはずだと二児の父親で子育ての話をすればその人と非常にこう共感する部分があるとかですね政治的には全く反対だけれどもそういう部分ではあの会話の糸口があるわけですねで。そういうふうに一人一人が自分の複数性自分の中にあるこう属性の複数性っていうものを自覚してしていればですね 完全な対立ってのは起きなくてどこかにコミュニケーション対話の糸口っていうのはあるはずだけども、えー、それを、えー、あの人はイスラム教徒だとかですねあの人はこう日本人だとかっていう風に一つの属性にくくってしまうと、えー、対立が起きた時にですねその対話の糸口が失われてしまうっていうのが、うん、1、まあ線の考え方なわけですね。でしかもその自分の自分っていうのはこうあの文化できないあの完全に統一された 一つの人格なんだというふうふに考えてしかもそのアイデンティティっていうのを支えてくれる場所がなくなってしまうとですねその対応物を求めようとするわけですねそれがその空白を満たすものが例えば国家であったりとかですねあるいは会社であったりとかですねあるいは宗教であったりとか何か大きなものと自分のアイデンティティを一対一で直結させようとする発想になってしまうと。そそうするとですねそれがこう いい形で満たされることもあると思いますけど、えー、非常に悪用されるとですね、えー、その一対一の関係の中で、えー、アイデンティティが悪い形で肥大してしまうということもあるわけですねですから僕はやっぱり国家だとか、えー、宗教だとかいろいろな大きなものが一対一で僕たちのアイデンティティをなかなか支えきれなくなってきた時代にじゃあどういうふうに自分というものの不安定さを安定させるかというのは一つの大きなものによって安定させるんじゃなくて 複数の人との対人関係の中で、えー、自分が文人化することによって、えー、自分のアイデンティティを、えー、複数化しながら司法八方から支えていくっていう形が、えー、いいのではないかとでそうすることによってですね大きな勢力が、えー、一つにまあ国民をまとめてですね何かこう悪いことしようみたいに考えている時にもですねそこからはみ出してしまう。 コミュニケーションを通じてですねそこに完全に飲み込まれない自分というのを維持することはできるんじゃないかというふうに考えるわけです。えー、といったところでですねだいあの1時間ちょっとぐらい経ちましたので一旦あのかなりちょっと早駆け足でいろんな話をしたのであのごちゃごちゃしたところもありましたけど僕の話をあの終わりにさせていただいてこのあと15分ちょっとぐらいですね質疑応答の時間にさせていただきたいと思います。どううもありがとうございました まあ北九州っていってももちろんあのいろんな人がいてあんまり荒っぽいあのまとめ方をするとよくないんですけどもまあちょっと世代的には僕一応1975年生まれなんで「無宝松の石」はだいぶあの白黒の頃の <laughs> 映画だったんでこうまあああいう人がそ,そのままこう身近にいたっていう感覚はないんですけどまあそのどこまでが本当にこう北九州的なるものと言っていいのかどうか分かりませんけどまあ一つはやっぱり。 ももとと炭鉱とか、あのー、八幡製鉄所とかができた後あとは工場労働者がたくさんあのいろんな地方から流入してきた町ですから、まああのー、八幡製鉄所ができた時にやっぱり広島から、あのー、熊本ぐらいまでの間であの一気に20万人ぐらい労働者が流入してきたっていう。あのー 話をあの聞いたこともありますけどその時に言葉もかなりあの混ざってるんですよねですから北九州は博多弁みたいな「なんとかしたったい」みたいなこうコテコテの九州弁とちょっと違うところもあって意外とあの林京子さんの「長崎」の舞台にした小説とか石村美智子さんの「水俣」を舞台にした小説とか読んでるとちょっとこう博多よりもむしろ北九州弁と近いなと思ってるような言葉が。 あのあるよううに思うところもありますそれからまあやっぱり労働者として流入してきた人たちはあの地方で長男じゃなくてあの相続土地の相続とかがなかったからあの。 流入しししててきたっていう人たたたっい人ちもあのたくさんいましたしあのそういう意味ではあのそこで新しくこう自分の人生をスタートさせたりとかあるいはやっぱり労働工場で働いてる人たちが多かったので共稼ぎの人もすごく多かったのでその女性は家であの家庭を守るべきみたいな感覚があんまりあの僕の周りはなくてあの母女性も働くみたいなことが割と普通だったりとかですね。そういうよういよなあの 工場ののある町独特の雰囲気っていうのはあったと思いますあ,と、まああと、まあ、全体的にはやっぱり割とこう明るいあのよくしゃべる人が多いっていう感じはあ,のありますし僕の,あの実家の人たちも非常によくしゃべります本当にあのなんていうんですかね正月とか帰ると親戚がもう一斉にわーっとしゃべってるんで。 あの結構何て言うんですかあの中国とかの,あの横断歩道を渡る時みたいにぼやぼやすると一生渡れないみたいですねわーってみんながこう喋ってる中であの果敢に喋らないとですね <laughs> いつまでたってもこう僕の話聞いてもらえないみたいなところがあって、まあ、それで結構あの子供の時からあの話すことを鍛えられたようなところがありまして、まあ、そういう明るさみたいなのはありますしまあもちろん。あの 情の深いい人もいましたした作家で映画監督の青山真嗣さんっていうのはですね割とこう北九州っていう街がこう擬人化されたような <laughs> ところがありまして青、まあ、山さんの映画を見てるとあ、まあ、こういう人は本当に北九州にいるなっていう感じの <laughs> 人物たちがよくあの出てくるんで「サッドバケーション」とかですね「えー、ユリーカ」とかいう映画をあのご覧になるとそちょっとその雰囲気あの無法末とはまたちょっと違った。 あの北九州の表情が見れるんじゃないのかなというふうに思います。ちなみにあの僕はあのその東竹高校って高校だったんで高倉健さんの,あの母校だったんですけどなんかやっぱり高倉健さん自身はあんまり東竹ほとんど母校について語られなかったんであんまりいい思い出はないんじゃないかなと思うんですけど学校には高倉健幻想みたいなのがなんかこう残ってましてね。こうちょっとバンカラ的なあの 男性像みたいなのが残ってたような気はあのします。 2、まあ、つ目のご質問ですけども、あのー、お,おっしゃってること非常によく分かるところありまして結局ですねじゃ例えばそのちょっと違った角度からそのあのお,お答えしますと、あのー、例えば法律とかっていうのはねやっぱり個人っていうのが基礎の単位になってえー 作られているわけです文人という概念どういうふうにねそこじゃあその法,法みたいな次元で話すことができるんですかっていうふうに言われるんですけどあそれはその通りであの結局人間っていうのをあのちょっとこうシステム論的にですねそのどういうレイヤーで捉えていくかっていうことが一つあるわけですね。つまり僕たちはですねもう生物学以前のこう物理学的な次元でいうと、まあ、無数の、まあ、分子とか原子とかのこう 集まり寄った形でそれは福岡真一さんがおっしゃってるような動的平行みたいな話でいくとですねまあ日々崩壊してはこう入れ替わっていきながら1年前の自分と分子レベルが全く違った蘇生になっているというふうにあの捉えることもできるわけでそこでじゃあ人間の同一性というのはどうなのかっていうのは個人とかインディビジュアルっていう次元とは全然違った次元での話があるわけですね。そそれからううういいうふにあ,のあるいは 最近ユバルノア・ハラリという人の「サピエンス全史とかあるいは、えー「ホモデウス」っていう本が世界的なベストセラーになってますけどハラリもですね実はディビジュアルという言葉をあの使ってましてしかし彼はむしろ人間っていうのはさまざまな組織とか、えー、あの生物学的な脳とかですね内臓とかいろいろな、えー、それぞれの機能が全体として集まりよって一つに構成されてるって意味であの 分割可能なインディビジュアルではなくて分割可能だっていうような言葉でディビジュアルって言葉を使ってるんで,す、ね、であの僕がですね文人って言ってる考え方を一番聞いてくるのはこう日常生活のコミュニケーションとか、えー、自分のアイデンティティを問うみたいなところでは 先ほどは言ってるようにどうしても対人関係ごとにいろんな人文ならずならざるを得ないとそうした時には分割することのできない一なる本当の自分っていう個人っていう概念がその自分のコミュニケーションの中で起きている現実を分析するにはあの単位が大きすぎるのでそれを分化した方がうまくモデル化できるんじゃないのかというので文人という概念を導入するわけですね。だけど法律のの次元では今では今もその 一一人人の人間を一体として捉えるという形で法システムというのはできているわけですねですにまあその、えー、国家を超えたグローバルな秩序とかですねずっとそれがこう積み重なっていってるわけですねただ、えー、法システム例えばその犯罪っていうことを考えたときに、えー、基本的に人間っていうのはあの 個人がインディビジュアルだってことはですね実は他者とはディバイドできるっていう考え方の裏返しなわけですね。 その他者とはディバイドできるけどこ,この自分はもうディバイドできないからインディビジュアルだとそれによって、えー、罪っていうのはですね個人に着せられることになってますけど現実的な犯罪を見ているとですね幼少期に非常に悲惨な虐待を受けたとかですねその社会の中で非常にひどい境遇の中にいてとか複合的な要因の中で一つの犯罪というのは起きていて実はその 完全にブディバイドされた個人にはキスことのでききなないような中でで犯罪っていうのが起きてるわけですねですから実は文人構成を見るとですね幼少期に虐待された文人があるとかですねどういう他者との関係があったっていう構成があるっていうことがあの背景にあればですねその法システムの中でその罪を問う時にもその文人的な関係を反映させながらインディビジュアルとしての刑罰っていうのを考えるっていう形が 可能ななんじゃないかというふううふに思うわけですねところがそのレイヤーを見ないまま、えー、個人という概念だけで完結して考えようとすると、えー、責任というのが全て、えーまあ、自己責任論と非常に言われてますけれども、えー、一人の人間に着せられてあのディバイドされた一人の人間に着されてしまう。ですから僕はですねやっぱりこう本質主義的に人間に本当あのこれはあの3つ目の質問にもあの通じるんですが。 アプリ,オリなある一つのの個性っていうのを人間は備えているとそれは非常にこうあの子らしさあの人らしさみたいな普遍の固いものとしてコアにあってそれがずっと持続してるっていうモデルに対して非常にちょっと強い抵抗があるんですね。で人間はいくつもの文人っていうのを備えていて事後的に結果としてですねあの人はこういう人だなっていう個性っていうのが立ち上がってくるということはあると思いますけど。 あの事前にですねあの人はこういう人だっていうふうには、えー、その本質を決定することはできないんじゃないかと。ですから、えー、その人の個性っていうのはあくまで文人の全体の比率化を見てあの見えてくることで例えばあの弱い人にはもうやたらと偉そうに威張ってて権力者にはこ,うこびへつらうっていうような文人化の仕方をする人がいるとですねその全体を見てあの人の個性っていうのはそういう人間だなと。 いう,ふうに見えてくると決してその中でしかし本当のじあの人はどっちなんだとあるいは本当は弱者にあ,あの何て言うかこびへつらう人間なんだとか本当は偉そうな人間なんだっていうふうにそのどっちかが本当だというふうに序列化してどっちかは嘘なんだというふうに考えるわけではなくてそれぞれの文化した人格,人格を全部本当としてみるとでその中から立ち上がってくるあるぼやっとしたでもなんとなくこうだっていうのがその人の ななんじゃいいかとうううふうに思うわけですねそして対人関係が変わっていけば、えー、あるいは環境が変わっていけばです、ね、おのずと文人の構成も変わっていくので10年前のその人と今のその人っていうのはですねおのずとそ変化していくと。でそれはあの似たような環境にいればあまり気づかないかもしれないけど例えばこう住む場所を変えるとかですね国,を変わ国が変わるとかですねあるいは え近代っていうのは中央集権化の時代でしたから地方から東京に出てくるあるいは地方からパリに住むとかっていうその状況物語っていうのを小説家たちはたくさん書きましたけどもそうすると非常に大きなギャップがあるわけですよね。それをまあ漱石の小説なんか典型ですけどどっちが本当の自分かっていうふうに考え出すとえー その序列をつけるの難しいわけですけども実際にはその複数自分複数の自分が常に同居していてその中から立ち上がってくるものをその人の個性として捉えるしかないんじゃないかとそういう意味では確かに垂直的なレイヤーっていうのはあるんだと思いますでそれぞれのレイヤーがどういうふうにつながっているのかっていうのを考えるところで,でそういう意味で言うと僕はやっぱりその本当の自分っていうのを一つ定めて。 でそうじゃない自分っていうのは何かこう序列的に簡易なものあるいはこう、えー、表層的なものに過ぎないんだっていう自我のモデルっていうのにああの賛同していなくていろいろな自分っていうのは全部本当ででそれをこうじゃあ,あの必ずじゃあ誰がスイッチングしてるのかとあのやっぱりそれをコントロールしてる、えー、本当の自分ってあるんじゃないかってことを言われることが多いんですがそれはですね僕ちょっとおかしいと思ってるんですね。っていうのは 何かがスイッチングしてるかもしれませんけどそれを人格的に捉える必然性はないんじゃないかとつまり僕たちはこう意識があって無意識があってっていうようなことを考えてその下にはまあ、えー、脳の仕組みなのか何なのかこう神経的なある仕組みがあるわけですよねっていうモデルを一応あの、まあ、そうだろうというふうに、まあ、思ってるわけですよね。でにもかかわらずいろいろな仮面いろいろなペルソナがあるけど 中心には本当の人格があるんだっていうふうに思ういう人はその中心の人格に関しては完全にに意思的な人格をモデルにしてるんですよね何かスイッチングしてるとかだけど実際はそうじゃないはずですよねその下にこう意識前のまあシステムみたいなのがどっかの段階でこう意識っていうものを立ち上げてきてるわけですからそうするとまあ僕たちこういうふうに接してる時にもう 完全に意識的なな人間じゃなくて常に無意識と混ざり合って他者とコミュニケーションしていてそれをスイッチングする中心にまた意識と無意識が構造化されたものをもう一つ人格として設定するっていうモデルは僕はおかしいんじゃないかと思うんですね。つまり僕たちがある人に会った時に自然にこう嫌な人と会った時には嫌な気持ちになるし楽しい人と会った時は自然に楽しくなるっていうのはもう非人格的な、えー 脳ののシステムのレベルで起きていることとななんじゃないかとその上には複数の人格がそのまま乗っかっているというふうに考えた方が、えー、いいんじゃないかというふうに思うわけですね。ですからその中で自分にとって重要な位置を占める人格基礎となるような人格っていうのはあるかもしれませんけどそれが普遍だと考える必要はないと。でそれからもう一つはやっぱり、えー、非常に難しいですが遺伝子的な、えー 前提といううのはあるような気がしますでそれについての解明っていうのはおそらくされていきますけどこれはまだ非常に難しい話でこういう遺伝子だったらこういう性格になるとは必ずしも言えなくてそれからどういう形で発言するかっていうこと自体メカニズムもわからないので遺伝子を調べたら決定論的にあのこの人はこういう人間になるなんてことは決して言えないしただ前提の条件としてはやっぱりそれは一定程度、えー、こう いろんな人と接するにしても、どういうふうな人格的な現れ方になるかっていうことに。あの影響は及ぼしてるんじゃないかというふうに思います。その先ほどの、ちょっと労働問題みたいなのを話したところもあるんですけど、やっぱその、もう本当に、こう、例えば。 ブラックな環境で働かされていて、いその企業のために働く分人が100%近くなってるみたいな状況の中でその自己責任としてもっとこういう分人を作りなさいみたいなふうにアドバイスするのは僕はま適切じゃないと思っててやっぱりそれは労働問題としてそういう労働環境をのその企業のためだけに生きるっていう環境を改善していくっていうのは。あのー 労働組合とかですねいろいろな形でまずそれを改善していくってことは大事だと思います。でその上であのもっといろんな自分を生きれる状況っていうのを作っていくってことは社会的な問題としてあってその上でじゃあどういうふうにあの新しい人と出会っていくかっていう次の段階の問題があると思うんですけど。あの例えばあの僕はあの 地方自治体がやっぱりこう自殺問題とかの取り組みとかであのよく講演とかに招かれることがあってその時にはちょっと僕だけで話すんじゃなくて、まあ、大体その地方の,あの大学病院の精神科のお医者さんとかと一緒に組んで、まあ、僕の話文人の話とは別にもうちょっとやっぱりこう精神医学的な見地からあの議論されるべき内容もあるので,で自殺の問題とか大体そういうセットで 話すすることが多いんですけどその行政の取り組みとしてそのじゃあ好きな文人を生きるみたいなことをどういうふうにやってもらうかっていうとやっぱり居場所を作ってもらうっていうことが一つの行政的なその好きな文人を生きるっていうことに関する具体的な取り組みなんですね。っていうのはやっぱり学校にいる時の自分もいじめられて嫌だけど家は家で荒れていて家にもいたくないでそういう人がもうストリートに行くしかないって,そうっていう時にね 新しい人間関係だったらいいけど例えばそのなんていうかあの反社会勢力のね人たちがその受け皿になってしまったりとかまあいろいろなことがあるわけですからそういう時に行政的に何かこうある場所を作ってそこの場所にいる時の自分はあそこの場所には居場所があるしそこにいる時の文人は好きだっていうような場所をどういうふうに作っていくかってことがあの行政的には重要でそれは例えば 10代の子向けだったら大学生とかのボランティアみたいな子がいつもそこにいてあげてあの勉強してあげるとかただ遊ぶだけとかで多分子ども食堂とかっていうのが今多分そういう機能を少し果たしつつあるんじゃないかなと思うんですけどそういう意味ではこう受け皿としてあとはこう自己責任で自分の好きな人間関係を探しなさいっていうだけじゃなくてあのそういう場所をあの公的に作っていくっていうのも一つ必要じゃないかなというふうに思います。 あとまあそのネット上のコミュニティとかがそういう場所になってるっていう人もたくさんいると思いますしあるいはこう音楽のファンでその音楽を聴いてる時の自分は好きとか文学を本を読んでる時の自分は好きとかあるいはそれを語り合う場所には居場所があるとかまあそういうようなことで例えばあの読書会とか最近すごく盛んになってきていて僕の本に関する読書会とかも時々行われてますけどそこで。 あの周りに本好きの人いなかったけどやっと本について語り合うことができる人が見つかったとかで仲良くなってみたいな人たちもいますしそういうような形も一つの方法じゃないかなというふうに思います。そうででですねまあ海外でこの文人のの話ししてから結構日が経つので <laughs> あの フランスとかポーランドとかアメリカとかいろんな国であの招かれるときによくこの話をしてきましたそれでまああの一つはですねやっぱりインターネットの登場っていうのは非常に大きくて SNS とかを活用してるっていうことに関しては特に若い世代に関してはかなりの共有体験があるのであの例えば友達同士で Facebook とか楽しんでるのにいきなり会社の上司とかに友達申請とかされてね 見られるるようになるとなとんかこう戸惑いませんかみたいな話をするとすごくそれは分かるっていうんですね確かに違う自分として接してるしそれをごちゃ混ぜにされるとやっぱりこうちょっと具合が悪いっていうでだから現実的にはやっぱりそういうふうにあの対人関係ごと場所ごとにかなり異なる自分を生きているしそれを混ぜない方が心地いいんじゃないんですかっていうような説明の仕方をするとあのそれは結構よく分かりますっていう。あの 若いい人とかはあの特に言いますただあのもちろん日本人であってもねあのこの考え方にピンとこないっていう人もいるとは思いますしまあ,人あの僕自身はですねあの分好きな文人の構成をあのお比率を大きくした方がいいんじゃないかっていう話を最終的にはしてますけど。 分人って考え方自体はこう一種の分析概念としてニュートラルな分析概念のつもりで言ってるんですねつまり現実的に現象として見ればあの対人関係の中でかなり違った自分になってるんじゃないですかとそれを分析する概念として個人よりも一つ小さい単位として分人という概念をあの導入してみましょうとそこまではニュートラルな分析のつもりでそこから先に心地よい分人の比率を大きくした方がいいんじゃないかっていうのは割と僕のこう生き方の。 そしてての助言みたいいな次元にちょっっと話がこう進んでいってるんででるすよね。だからそこが切れ目なく話していますけどそういう意味ではその分析概念としてっていうところまでであればあの実感としてはわかるっていうあの言ってくれる人は割といますただそれでもやっぱりあの根は一つなんじゃないかっていう,いう人もいますよねだからそこはちょっとあの講演とかの時には大体時間切れで終わっちゃうんですけども。 まああのアチネの割に今おっしゃってまあたわけでではなかったたんですねただそのやっぱりこう小説を書こうとした時にですね今やっぱりグローバル化してインターネットも登場してさまざまな出来事が可視化されていて一人の人生っていうのは非常に世界的に大きな出来事の中で混炉されてるっていう実感があって、まあ、リーマンショックみたいな。 アメリカのこう金持ちたちがめちゃくちゃやってることが日本の片隅でこで生活しているような人の生活をもうこう直撃するようなっていう時代になっていて小説としてやっぱりこう今の人を描こうとするとやっぱりその状況の中で生きてる一人の人間っていうのを捉えないと現実的ではないはずなんですけどただそれをただもう。 そのまんま全部こう情報として取り込もうとすると非常に難しいわけですね。もう小説も膨大になりますしで幸いにしてあのジャーナリストっていうのはですねやっぱりそういう,こう世界の大きな問題にあの関わっているのでジャーナリストを主人公にするとその世界情勢みたいなものを書きつつ同時にその人の個人的な問題もうまくあの描けるっていうことを一つ考えたんですね。それからもう一方では その音楽家っていうのはですねやっぱり19世紀のショパンとかリストとかの時代からあの、まあ、すごく国境を越えて彼らは移動しているし共演者がいろんな国から来てるとかっていうこともあるしやっぱりですね実は非常にこう政治と密接に結びついてるんですね。ショパンまあ、僕の好きなショパンのような人もやっぱり自筆亡命者のような生活ああのあの生活をフランスでしていましたし。 ポーランド問題っていうのは当時のフランスの左派にとっていうのは非常に大きな問題だったので、えー、彼だってもう政治とは無関係ではなかったしそれから現代の音楽家にしても例えばあの僕はたまたまあのマルタ・ハルゲイッチというまあすごいピアニストと別府のフェスティバルを通じてちょっとこう知り合う機会があって彼女が話したりしているのをこう間近で聞く機会とかあるとやっぱり彼女が共演しているマイスキーとかああいう人たちはソ連時代にも非常にひ。 あの悲惨な経験とかをしていていしかも共演者としてあの接する機会があるからあのやっぱり政治っていうものとあの無関係ではないし彼女自身もアルゼンチンがこう独裁体制の時代にこう天才少女として出てきてあのヨーロッパに渡ってでやっぱツアーをするから世界情勢と常にあの非常に強く連動しているのでなんかあの娘さんとかと喋ってるのを聞いてるとなんかイランの格差札の話とかをすごい熱心に 話ししたりてていて一般的にはールエリッチっていうとなんかこう転移無法なこうなんていうか情熱的なあのもう音楽のために生まれてきた人みたいに見えるけど実際にまあ,あれぐらいの長いキャリアを音楽家として生きていこうとすると政治とかそういう情勢と不可分に結びついた生活をしていて、まあ、だからそういう二人だからこう,、うん、こう世界情勢の中での個人の人生、まあ、一人一人の人生を描くっていうことの 結び合わせとして、あの、実は、あの、接点があるんじゃないのかっていうのが、ちょっと一つの発想だったんですね。で、もう一つ、ちょっと文人のことと関連で言うと。やっぱり小説はですね、ドスセフスキーは典型ですけど。一人の人物がこういう人間っていうふうに、まあ、ある意味、こう、インディビジュアルな。 えー、人格を描いた方がですね読者にとってはこう非常に強烈で分かりやすいところがあるんですねあのキリーロフはもういつもキリーロフとかですねシャートフはいつもシャートフとかですねラスコルニコフはどこに行ってもラスコルニコフっていう。だけど一方でトルストイはですねその文人の描きか分けが非常に巧みなんですね。アンナ・カレーニナとか読むとアンナはやっぱり夫のカレーニンといる時とそれからブ、あのー、ロンスキーと一緒にいる時と。 えー、誰といる時っていうのがですね非常に巧みにその人格的に描き分けられてるんですねでじゃあそれが全くこう分裂した人間に見えるかっていうとその多面性のゆえにこう一人の非常に立体的な女性の姿っていうのが見えてくるわけですね。で、まあ、マチネの終わりの時にもちょっとそのことを意識しましてヨーコっていう女性はイラクで同僚といる時とアメリカで夫といる時と牧野と一緒にいる時っていうのはかなりあの人格を描き分けてまあ文人を描き分けて。 しかし結果としてそこからこう立ち上がってくる一人の女性像っていうのがうまくこう像を洋子像みたいなのを結べるといいなというふうに考えていましたその時に先ほどあのちょっと質問にはありましたけどやっぱり人生の中で父との文人とかですね母親との文人とかっていうのが彼女の中にあってそれはそれぞれにかなり違うんだけれども新しい人との出会いの中でそのかつての,あの関係も その文人自体も変容していくっていうのをこう,うまく描きたいなっていうのがあの一つの意図でした家族に関してはですね僕が思うのは、まあ、家族っていうのはうまくいってればいいなっていう感じのものなんですよねだけど現実的にはうまくいかないこともすごくたくさんありますしそれは僕の周りでも あ,のあることですよ、ね、でその悪い人間同士だからうまくいかないっていうわけでもなくてそれぞれの親と息子なり何な,なりはそれぞれに僕はあの非常に好きだけどその親子関係はもう絶対にうまくいかないっていう事例もあります。だから僕はあの家族っていうのは素晴らしいものであるべきでそれが当然だっていう考え方にはかなり強くあの反発しますね。あの うまくいってればいいなと思いますけどうまくいかないこともあるしどうしてもうまくいかないんであればあってしかるべきだと思いますねあるいは一時的に距離を置くっていうこともあの必要だと思いますしそれで年月が経ってもう一回あの再開して関係を築き直せるってケースもあれば。 結局やっぱり死ぬまで許せなかったっていう親関係もあ,のあると思います。で僕はそれはそれであのやっぱりある,べあることだと思いますね。ですから分人の比率って考え方で言うとやっぱり親との関係が自分の中で重要だと思えばねある一定のその文人のっていうのを維持し続けるっていうことも重要だと思いますしその親との関係の分人がもうストレスだっていうことであればねもうその関係を一旦断ってあの他の人との 人を生きるといいいううも重要じゃなかにただまあもう一方で愛の問題はやっぱりどうしても嫉妬とかも関わってくるし最近はポリアモリーとか言って、まあ、複数のあの一人ど複数同士であの恋愛関係を結ぶみたいなことがまあアメリカとかで言われたりもしていますけどその結局 まあ、サルトルとボーヴォワールみたいにというか、まあ、サルトルが押し付けたみたいにですね結局僕たちの関係は必然だけどあの人間には偶然の関係も必要じゃないかとか言ってまあ俺の不倫も肯定しろみたいなですね話っていうのはですねあのまあそういう関係でいいっていう人たちもあのいるかもしれないですよね。あの でそれはあのいいしやっぱりその恋愛に関しては一対一じゃないと気持ち悪いっていう人たちもいるしそこまでいくとやっぱりちょっと一人一人の価値観のレベルは話になっていくんじゃないかとどっちがあるべき愛の姿だとは僕はちょっと言えないところがあ,あります。 僕はですね、まあ、あ全くおっしゃる通りで僕は三島紀夫って作家今でも非常にあの好きでやっぱり多大な影響を受けましたしでも政治思想的には多分今正反対のところにあのいると思います。で実は今年三島没後50年であの僕自身が三島が死んだ45歳っていう年齢になるんですね。 それでちょっと自分の中の三島問題っていうのを総括するために、まあ、三島行き世論っていうのをちょっと準備していまして、まあ、今まで「金閣寺」とか「亀の告白とかいくつのかの作品について書いてきたんですけど最後に「北条の海論」っていうのを書いて一つにまとめようと思ってます。でそのの主眼はその結局三島がが好好ききだだって言ってて言る人の中にもね文学が好きだけど 最後の政治行動はちょっといただけないって言ってそこを切り離そそうとすする人はあのいますそれから有国ののとしてて三島が好きだっいずれにせよそこをこう切断しようとすることがずっと起きてきたわけですけど僕はやっぱり三島文学っていうのを丹念に読んでいくと彼の文学作品の中に最後の行動に至るような思想っていうものがやっぱりずっと含まれてると思います。 ですから僕はその作品を丹念に読むことを通じてどうして彼がああいう行動に至ったのかっていうことをあの書きたいと思ってますしで最終的に僕はやっぱり彼があの特に40歳になってた以降あのまあ一種の反動的な思想になってこう天皇主義を報じていくっていう思想になってからは僕はやっぱりかなり批判的というかやっぱり無理がある。 と思ってますで僕は三島が好きだったのは最初にちょっと言いましたけどやっぱ三島を読むとオスカー・ワイルドを読みたくなるしあのボードレールを読みたくなるしっていう仮面の告白とかを読むと、まあ、非常に豊かなヨーロッパ文学の香りっていうのがその中にあってそれら「ラタイと衣装」っていう日記みたいなものとかもう古今東西のあらゆる文学がそこにこうあの自由にミックスされていてその感じが好きだったんですよね。 ですからやっぱり文化防衛論とかになっていって天皇に基づくその日本文化原理主義みたいな話になっていった時にやっぱり非常に単純な話ですけどどうして当時の人はねでもあなたの住んでる家とかねあなたの文体とかそんな天皇に文化的にこう修練するようなものからはねとてもこう語り尽くせないようなものがやっぱりこう混ざってるじゃないですかっていう話をやっぱりこう馬鹿正直に彼に問うべきだったと。 思いますしし、まあ、どうで僕はあのデビューしてしばらくの間はほとんど政治的なあの発言することはありませんでした。で具体的にはですね別に自民党政権だからとか今の政権だからっていうんじゃなくて僕が割と政治についてストレートに言うようになったのは民主党政権の終わり頃からなんですね。 やっぱりまあ僕民主党に投票しましたしあの時それでだけどまあ野田政権ぐらいになってね結局自民党とやってること同じじゃないかっていうぐらいになってきた頃から結構割とストレートにあの政治についてあの批判するようになりましただから別に今の政権だからっていうわけではなくてあのその頃からやっぱりちょっと発言するようになりました。僕はやっぱり まあ中道左派かまあ左派ぐらいのあの今政治的な立場だと思いますけど、やっぱりこう自分の自由がこう許さるっていうかで何かを人に押し付けられるってことは子供とかもうそく嫌だったんですね。自分はこういうことしたいのにあの何しなきゃいけないとかですね。あとこうまあ。 愛国心の以前にまずその学校に通ってると愛好心のの押し付けけいうががあるんんでですすどもそれが非常に嫌だったんですねで自分の通ってる学校も別に大した学校でもないくせにもうなんかこうあの自分の学校が素晴らしいっていうだけじゃなくて僕の行ってた学校はちょっと進学校だったんでやっぱり地元の他の学校をちょっと見下してるんですよね OB とかが。 その日本今の日本すごいと同じでうちの学校が立派だみたいなそれに対してあの僕他の学校にも友達がいましたし非常に強い反発を <laughs> 持ってたんですよねだから、まあ、そういう,こう、うん、なんかこう野郎時代みたいな自分の属してるコミュニティががのぼせ上がってるみたいなことに対して何とも言えないこう嫌な感じを持ってるっていうのとやっぱり自分の自由がこう俺はこう思ってるのにとか俺はこうしたいのにってことに対して何かをこう。 価値観とかこう行動とかを押し付けられるってことに対してはやっぱり昔から強い反発があってでもそれがなんか政治思想的にどうなったってようなことはもう全く理解あのあの自覚はしてませんでしたけどもうちょっと大人になってからあのやっぱり自分はそのどっちかというとやっぱり中道,中道左派ぐらいかまあ左ぐらいかなっていうふうにあの自覚するようになったっていうことですかね。 どうもありがとうございました。